はい、野坂でございます。では、ホライズン・フォビドン・ウエスト、引き続きやっていきましょう。今回は得意点ですね、メインクエスト。で、焚き火で仲間たちに向けて、あそこに見えてますね。あれが発射台ですね、上にあるのがね。あそこに向かうってことですね。それでは、乗り越えたらかな。仲間を呼ぶ。これ以上進むと、クエスト得意点から抜けられなくなり、クエスト終了まで世界を自由に動きます。はい、いいですよ。決定。うわ、まだ行けてる。じゃあ仲間を呼ぶ。あとモデリ不可。よし、みんな。合流地点に着いた。ベータとガイアを助け出そう。わかったわ。向かうわね。みんなはどこだ？すぐ後ろだ。こいつ俺らと一緒に歩きたくないんだとさ。あ、飛んできたよ。みんないる？じゃあ行きましょう。おお、こんなとこに。島の廃墟から伸びている古代の抜け道よ。向こう岸まで続いていることに気づいてね。裏口として使えるんじゃないかと思った。だから隠しておいた。どうぞ。もうちょっとだけ臭くない侵入方法があればいいのにな。確かに。あれが発射台よ。平地にいれば見つかってしまうから、あそこを通っていくしかないわ。ただスペクターに守られている。それにハンガーには増援部隊もいる。わかった。あればコタロ頼んだぞ。どこに行くの？重要な場所だ。エレンドは私と、みんなは援護射撃できるように高台へ行くんだ。戦術としては当然か。この女は近くにセンサー端末がある。ハックしてネットワークを暗号化すればあなたたちは見つからない。少しの間はね。ならば進むぞ。ちょっと待て。ベータと音声をつなげてくれ。ハロイ来たぞ。今迎えに行く。準備はできてるか？ヘマしないでね。任せろ。じゃあ後で。気をつけて。行こう。とにかく急いで発射台に向かって、なんとか気づかれないようにするから。はーい。あ、ちょっと待ってね。うん、ノーマルのままだね。いや、サンダー・ジョーと戦って、ベリーハードにしてたんで、ベリーハードだけだったら嫌だなぁと。もうこれ全部保管庫に送られちゃうから、あんまり意味ないんだよなぁ。気をつけろ、アロイ。スペクターがいる。どこに？どこに？
ほんまや。了解だ。これどう倒すかな。いつでも生きるぜ。はい。サンが装甲を弱めてる。プラズマだ。プラズマ付け。プラズマ？ちょっと、ああもう、え？倒した？もう一本残ってる。プラズマの使い時だ。うわ、固っ。やった？痛そうな音がしやがった。うわ。問題ねえよ。今ので最後だ。そうみたいだな。いやいやいや、なんでこんなとこに。ちょちょちょ。なんかいっぱい落ちてるね。向こう側に抜けられる洞窟が上にありそうなんで、そこまで登ろう。ラベジャー砲まで置いてあるね。よいしょ。ちょっと待ってね。はい。もうこれ取ったかな。ん？どっち？あ、こっち？あ、こっち？中身はなんだ？鉄の塊か？アーロイ、もう少しでレギュレーターに到達する。わかった。ん？どっちだ？なんかいっぱい落ちてるね。あ、こっちか。なんだか気味悪い。平気だ、守ってやる。
それも滑空できたらな。じゃあ俺は別の方法を探すか。これは全部滑空なのかな。我慢してくれ。あれなんだ今。死んだ機械だらけだ。ここに降りた時にたくさん倒したから部品を回収すれば役に立つかもね。スペクターだ。いやまだいっぱいいますやん。あ、ラベジャーホイラン。ここも。もうバテたか。まあな。先行っていいの？ストームバードの死骸を渡せて。見るのも嫌な機械だが、死んでるんなら、まあ役に当たるな。メリディアンだけを守ってりゃ問題なかった時代が本当懐かしいぜ。それが今じゃ世界だとさ。そうだな、懐かしい。何といる何といる
うわ、ババ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 、とっ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 と、ちょっと待ってね。部品がいくつか。これサンダージョーじゃない？ほら、この上だ。どうしたアロン、行くぞ。この岩壁自体に進もう。文句は言わないようにするよ。そのまま回り込めるぞ。急ぐんだ。言われなくても分かってる。大丈夫か？なんとかだ。ね、どこ行くの、どこ行くの、あるよあるよ、どこ行くの、ちょ、上登ろ、上登ろ、ちょ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 、ちょっとあるよあるよ、ちょっとあるよ、あ、下降りるの、あ、下降りたいの、向こうもうまくやってるみたいだ。あ、来たやん。いるのがバレた。一度ではさばききれない数だろうな。行けた？うん、なんやねん。行かれぬかい。あれ？これどういくの？ああ。この上だ。アーロイ、こっちは位置についた。よし、レギュレーターを吹き飛ばせ。今爆薬を点火する。
アルバとコタロがやってくれた。次はベータの番だ。おいアロイ、まずいことになったぞ。止める手はずは打ってあるのだろ。やるなら今だ。やつらを止めるのはベータだ。うわ、むっちゃいっぱいいるやん。そんな時間はない。なんなんだありゃ。サンダー城までいるよ。ある意味すごい。よし、戦闘が激しくなる前に発射台へ行くぞ。作戦よく練られている。ヘファイストスに自由を与えたかも。また機械のネットワークに逃げ込まれると。そうなったらまた捕まえるだけだ。あるいはあの機能の複製を試みるか。アポロにデータベースがあれば。いや、アロイ、登るな。登って登って、どっち行くの。登山はもううんざりだ。でも嫌だ。これから発射台に向かうところなんですけども、ここで一旦終了したいと思います。はい、ここまでご視聴ありがとうございました。野坂陽でした。